皆さんいつもご視聴していただいてありがとうございます。前々回ゴールデントライアングルラオス側から移動してきて、前回はタイの山奥にある麻薬王クンサーが実際に使用をしていた軍事施設に行ってきました。クンサーのオールドキャンプからメイちゃんまで帰ってきて、夜はナイトマーケットで食事をして宿に帰ったんですけど、夜中おっちゃんが部屋の外で規制を上げててめっちゃ怖かった。ほんま怖かった。そんなことがあったんですけど、次の日は気を取り直してチェンライで有名なブルーテンプルとホワイトテンプルに行きました。皆さんいつも見ていただいてありがとうございます。それでは動画をお楽しみください。これ10バーツか。これね、これなんだろうね。ちょっと早速つまみたいと思います。古文化、10バーツ、あ、5バーツもある、55バーツ、一つ15バーツのやつもあるね。温めないコスプレで、うわー、いい香りしてきた、たまらん。あ、コップが、はい、ということで来ました。あー、めちゃくちゃいい匂いする、美味しそう。あー、というかビールどこ売ってんのやろ。ビールがいるな。まずね、これキモからいただきます。あー、間違いない、あかん、肝から食べてもうた。速攻で酒飲みたんていた、やばい。ちょっとうちのほかにかかりとんなちょっとね、うちのほかにかかりとん。結構ね、油が入ってるんでね、多分揚げ焼きみたいな感じになるんかな。これね、8個、海苔めっちゃ入って、これ絶対うまいわ。結構ガチでてんこ盛りです。コップかでね、このね、隣お寿司も食べようか。どれにしようかな。このね、豚も美味しそうやな。普段食べるやつ、これ5つ、はいはい、ということでビール、チャンビール、ゲットしました。早速ね、食べたいと思います。それでは皆さん、今日もお疲れ様です。乾杯。今日はね、山奥まで、車ちゃうわ、バイク運転したんでめっちゃ疲れた使っといな。うわー、めっちゃいい感じだね。めっちゃ美味しそうです。あ、おいしい。うん、シャキシャキで美味しい。これも普段食べないんですけど、これなんだろうな、昆布かな、はい、うん、昆布、あ、おいしいわ。うん、で、アロイ、アロイ、アロイ、な、日本、日本、ジャパニーズ、ノーチャイニーズ、トヨタ、ホンダ、イスズ、日産、岡本、ワン、こっち行こう。あ、オッケーオッケーオッケー。行こう、こっちね。ちょっと待って。あ、オッケー。こっち行こうはね。ちょっと誘われたんで行きます。ハリー。Thank you。乾杯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 
めちゃくちゃね、もうね、フレンドリーで、すごいね、優しい方です。またね、タイに来た時は、また一緒にね、食事したいと思います。じゃあね、宿に帰ろうと思います。はい、もうね、夜中の12時なんですけど、12時前ぐらいかな。ちょっとね、外気になるので見に行ってきます。ちょっとね、眠たい。めっちゃ怖い。TK なってます、TK に。念のためにね、鍵も閉めておきます。はい、ということで、昨晩は部屋の外でおっちゃんが激横。なんで言ってるのかわからんけど、大きな声でね、叫んでしよった。めっちゃ怖かったです。それじゃあ今日は、青いお寺と白いお寺、ワットローンスワテンとワットローン君に行きたいと思います。で、こちらの宿になるんですが、KS プレイスさん、1泊1500円ぐらいで、めっちゃ安く泊まれました。はい、ということでね、ワットローンスワテン、に来ております。観光地としてもね、結構ね、アクセスしやすいですし、まあまあ結構ね、有名だと思います。この青とね、金色がすごいね、鮮やかでね、めっちゃ綺麗です。記念撮影ね、皆さんしてます。ここね、多分ね、短パンとかね、短パンかな、これ、ね。短パンがダメですね。あ、短パンいけるか。入ってるね。じゃあ行ってみようと思います。めちゃくちゃでかい。これ何やろ。あ、お米の寄付かな、ね、やっぱちょっとタイなんでね、もちろんやけどちょっと、タイなんでね、もちろんですけど細長い感じのお米ね、あります。はい、でね、トイレもそうですね、観光地ともあれなんですけど、めちゃくちゃね、なんか演出されてます。ドライアイスではないよな、なんかドライアイスかね、煙が上がってます。ここら辺はね、木の影があるんで、皆さんね、ここでね、食べるもん買って、くつろいでるような感じになってます。いいですね。はい。でね、こっち側、あっち側はね、土産物売り場になってます。こんな感じでね、いろいろ並んでます。パイナップルもあります。いろいろなものね、展示されてます。まあ、ちょっと見ても分からへんのやけど、多分歴史的にね、価値のあるもんなんかなと思います。ワットロン君に到着しました。さっきはね、青だったんですけど、真っ白な綺麗なのが見えてきたよ。映像で伝わるかな。めちゃくちゃ綺麗よ。そうですね、さっきの場所も結構ね、観光客の方多かったんですけど、そうですね、こっちの方がね、もうちょっとね、人気なんかななんて思います。あ、これは綺麗わ。あ、なんか濃いよ。濃いね、ほんとちょっと暑いからね、へばってる感じです。
Rapido, rapido, no pare, no pare. Corre dentro. Plus. で入り口がからこんな感じです。この上からの、ね、景色もね結構いいですね。なんかね点撮影します。こっからはね撮影はねダメみたいです。はい、そうですね。じゃあ、バイクをね、返しに行ったからね、返しに行ったら、まあそこそこのいい時間になるかなと思うんで、夜、そうですね、バス乗って、バンコクにね、移動したいと思います。はい。はい、じゃあね、バスターミナル2に向かいたいと思います。バンコク行きの、バスが出ております。はい、そうですね、沈没してる人でしょうね、何かでね何かこうブツブツ言い持って行ってます。明らかにね、沈没ですね。はい、ということでね出発です。そうですね、約12時間だったかな。今からちょっと長いね、そうですね、バスの移動になります。ラオスの時はね23時間だったんで、あれはしんどかったんですけど、うん、まあ言うてもね12時間もねしんどいですよね。まあ今回泊まりもいないしゆっくりさせてもらっています。じゃあバンコクに向けて出発です。はい、ということでチェンライで超定番のコース、ブルーテンプルとホワイトテンプル回ってきました。タイ北部はラオスと一緒で時間が流れるのがすっごいゆったりしてるんよね。めっちゃゆっくりできたんで結構ねリフレッシュできました。次回は初のバンコクになります。やっぱり首都っていうだけあって人混みとかね、人が持ってる熱気っていうのがすごかったです。旅もねバンコクは最後になるので、自分自身が普通に旅行を楽しんでるっていうような感じの動画になるんですけど、また次回の動画もお楽しみください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。